皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルはリップル XRPL 上で初のトークン化ファンドを発表です。ぜひ最後までお付き合いください。 XRP レッチャー。 XRPL は初のトークン化されたマネーマーケットファンドをローンチしました。リップル X ハンドルでの発表によると、 XRPL はデジタル証券取引所のアーカックスと世界的な投資会社のアバディーンの2つの組織と協力してこれを実現しました。 XRPL は資本市場におけるブロックチェーンの役割を解き放つ。この重要な開発により XRPL 上に資本市場インフラが展開されます。アーカックスは XRPL 上のアバディーンの38億ドルのマネーマーケットを公開します。リップルは2030年までにトークン化された資産の価値が約16兆ドルに達すると予測しています。したがってこの提携とローンチにより XRPL 上での貯蓄と決済の効率性が解き放たれます。マネーマーケットファンドは主に流動性と安定性を備えた従来型の低リスク投資を投資家に提供します。所有権はトークン化されブロックチェーン上で取引できるデジタルトークンに変換されます。これはトークン化された不動産、債券、株式などが含まれます。リップルはこの大規模な資産デジタル化の波をホストし促進するブロックチェーンの潜在能力を示しています。さらにマネーマーケットファンドを XRPL に展開することで仲介業者とコストの影響が排除されます。また従来の資本市場システムと比較して取引が高速化されコストが削減されます。リップルは XRPL を活用してブロックチェーンを資本市場に統合することを目指しています。これはリアルタイム決済の提供、流動性の向上、 XRPL 上の他の金融商品への道を開くことによって実現されます。これにより XRPL の実用性が高まり新しいアップデートが正当化されます。市場への影響。市場の専門家はこれは XRPL が実世界資産 RWA トークン化のリーダーとしての地位を固めるものであり強気な動きであると考えています。これは過去1週間1ドル以上を維持している XRP に大きな影響を与える可能性があります。いかがでしょうか。38億ドルもの規模のファンドが XRPL 上でローンチされましたね。今後XRPL がトークン化資産の中心的な役割を果たすことになってさらにユースケースが増えていきそうですね。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。 Thank you.